まあ、決勝の面も揃いましたが、はい、はい、道元長島に行きます、はい、でもやっぱり、まあ、長く走られてきたこの千葉の500バンクだったので、決勝はというのは、なんとなくやっぱり乗りたかったかなっていうのがあったんで、まあ、とりあえず乗れたんで、はい、よかったです、まあ、やっぱり、まあ、新しく250で生まれ変わるとはいえ、一つこうずっと走ってきたところが、そうですね、まあ、終わるのはやっぱ寂しいし、250になってもまだちょっと先なんでね、まあ、自分がやってるかどうかも分かんないんで、まあ先のことは分かんないんで、まあとりあえず最後の500バンクで、決勝乗って、その舞台走りたかったんで、本当にそういう歴史じゃないけどメモリアルなステージで神本のこの100回目の記念 V っていうのがあればすごいドラマだなと思うんですよ。そうですね、まあ、あればいいですけど、まあもうね、周りが強いですし、主役というわけじゃないんで、しっかりと自分のレースを進めて、結果は気にせずに、はい、頑張るだけです。その中その準決で掴んだ手応えみたいなのがこうすごくいい方に。そうですね、ここ最近、まあ、着はすごくいいわけじゃないですけど、自分の中で手応えみたいなのはこう2ヶ月ぐらいちょっとあったんで、それがまあ結果としてちょっと出てきたかなっていう気がします。決勝の後の滝沢さんと表彰式で一緒にいる姿をお待ちしてます一生懸命頑張ってそうなれるように、はい、努力します。ありがとうございました。